カブすきじゃけチャンネル。はい、どうもカブすきじゃけチャンネルです。今回の動画はこちら。2024年の野手キーマンが誰か、そしてその選手たちに期待することを考えましたので、ぜひ動画最後までご覧ください。このチャンネルではカープに関する動画を多く上げておりますので、カープファンの方やプロ野球ファンの方はチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それでは内容に参りましょう。というわけでですね、今回は自分が考える2024年シーズンの野手のキーマンとその選手たちに期待するということをね、まとめていきたいと思います。まず2024年シーズンですが、チームとしては得点力アップが課題ということでですね、2022年シーズン、これね2つ前のシーズンなんですけど、この年順位的にはね A クラス入れなかったんですけど、打撃の成績見ますとリーグ1位の打率と2位の得点というね数字はね良かったんですね。で、一方で2位に入った2023年シーズンは打率得点ともにね落ち込んでしまったということで、打率はリーグ4位ですし、得点なんかねリーグ5位だったということで、まあ本当に投手陣の頑張りもあって2位になれたという面がね強いのかなと思います。ですので2024年ね優勝するためにはやっぱりここの得点力をね上げるということがね必要になってくるんじゃないかなと思います。で、ホームラン数見ると22年もね23年もリーグ4位という数字で、23年の方がねホームラン数自体は増えてますが、まだまだそこもね課題だとは思いますが、2022年シーズンのようにねホームラン数少なくても打率が高くて得点伸ばすということもねできるとは思います。まあ、もちろんねホームランの数アップといったところにもね期待しているので、まあ、そこら辺についてはね、まあ、今回ではないんですけど、末金選手であったりねシャイナー選手や堂林選手といった選手たちにホームランは増やしてほしいなという点はあります。で、そこで得点力ねアップするという上でキーマン誰なのかと考えると、やっぱり鍵をね握るのは打率も高く残すことができて、ランナーを返す力、打点をね稼ぐ力もあるバッター、そういった選手たちがキーマンになってくるかなと思います。なので、まあ、そこで誰かというとね主力として期待される、まあ、小園選手とね坂倉選手、まあ、この2人がねどこまでやれるかによって得点力が大きく変わるのかなと思うので、まあ、キーマンかと思いますね。まあ、当然といえばね当然だと思うんですけど、この2人の選手がねどれほどできるかによってチームとしての強さがね変わってくると思うので、まあ、キーマンといえばね新しい戦力ということをね挙げるということを想像された方もいるかと思うんですけど、まあ、個人的にはねこの2人がもうどこまでできるか次第だと思ったのでね、まあ、当たり前ではあるんですけどね主力になりうるこの2人をキーマンとしてね考えています。まずは小園選手について求めることです。ここ3シーズンの成績を載せていますが、昨シーズン2023年シーズンはですね序盤に2軍降格しましたが、その後1軍昇格した後は打率3割飛んで3厘6ホーマー31打点という素晴らしい数字を残してくれました。このシーズンについてですね、小園選手は2軍降格の間に助言をもらって積み重ねが実ったと、打ち方的にも自分の形はもう固まったなと思う、勝負できるものを見つけたというふうに語っておりまして、この2軍降格がですね本当に本人にとってもプラスの方に働いて、でしっかりね成績数字の方にも現れてますし、本人もね確かな手応えを感じているということで、まあ、それがちゃんと数字も残ったというのは本当にね良かったのかなと思いますので、この状態のままね2024年シーズンにね突入してもらいたいなと思っています。でさらにね新井監督もですね2軍から1軍にね帰ってきた小園選手の姿は変わっていたと、マウンドに行く機会が増えたし、そそを見てもいろいろ変わったと、すごく良かったと思っていますというコメントを残していました。まあ、小園選手ね本当にもともとポテンシャルのある選手でね、高卒1年目から1軍で試合に出たりして、まあ、これまでそういうね挫折といった経験あんまりなかったと思うんですけど、まあ、この2023年シーズンね序盤に2軍に落としてね、まあ、そこでもしっかりすぐに上げるんじゃなくて2軍でいろんなね姿勢を見直して、でもちろんその中で打撃のね技術フォームとかも見直したみたいなんですけど、そのおかげもあって打撃の技術はもちろんですね精神面でも成長できたというのは本当自他ともに認めていますし、そういったね声というのは本当にいろんなところから聞こえてくるので、この2軍降格というのは良かったんじゃないかと思いますね。巨人からね巨人にまた移籍した長野選手なんかはね最後去り際にね小園選手の教育がちょっと不十分だったのが心残り
りみたいなコメントも残していたんですけど、まあ、そういった中でこういうね、しっかり2軍降格で成長できた、これは藤井ヘッドコーチの言葉もあったと思うんですけど、そういうふうに小園選手が本当にいい意味でね成長できたというのは良かったシーズンになったのかなと思います。なので、まあ、このね、自身も確固たる自信ね、身につけていると思いますし、また打ち方もね、元にいい時に戻ったということですので、開幕から本来の調子でいけば、もう打率3割超えはね、確実だと思ってます。ここ2シーズンは開幕春先ね、出だしが悪かったということは、本当に本人も新井監督とかもね、言ってましたし、その時にどれぐらいの姿勢で入れるかが重要というのも課題でしたので、まあ、そこも2024年は解決できると思いますので、そうなればもう、本調子で開幕からも入っていって打率3割超えというのはねいけるんじゃないかと思います。でホームラン数ね打点増加といったところ見ましても、ここ3年の中でもねホームラン6本なんですけど、打席数が一番少ないにもかかわらずねホームラン6本で打点も31上げていますので、まあここら辺もねもう必ず伸びてくるかなと思います。得点圏なんか見てもね23年は3割5分2厘で高かったという数字ですので、まあそういったところにもねメンタル面の成長というのは関係しているんじゃないかなと思います。なのでもうこの数字残せるようであれば3番で固定していいのかなと思いますし、まあ、ショートの守備もね本当にうまいなと思いますので、まあ、新井監督もショートで考えてると言ってましたので、まあ、セカンドサードもね23年はねやらされてたんですけども、本当3番ショートでどしっと座ってもらって固定できれば打順もね組みやすくなりますし、3番にこういうね打率も残せてホームラン打点も上げれるという選手がいればチームの得点力も上がるかなと思います。なのでまあ個人的に数字としてはですね、もう打率3割超えはノルマとして達成してほしいなと思います。でそしてホームラン数もここもね10本以上打ってほしいと思います。2軍降格から1軍上がってきた後のねペースだと2桁ホームランもいけると思います。で打点ね60打点以上を期待ということで、まあ、ここまでねキャリアハイが22年の38打点なんですけど、23年のペースでいけば60打点もねいけると思いますし、まあ、3番ということでチャンスで多く回るかなと思いますので、そこでしっかりとね得点を重ねてくれればねこういう数字も達成できるかと思います。なのでもうカープのショートとしてね1年間戦ってもらって、でオフにはプレミアもありますのでね、そこでも日本代表のショートになってもらいたいと思いますので、小園選手にはもう3番ショートでこうした数字をね残してくれるというところをね期待していきたいなと思います。続いて坂倉選手です。坂倉選手も同じくここ3シーズンの成績をまとめています。2023年シーズンですが、捕手最先年1年目だったということもあって、バッティングの方で本来の力発揮できなかったのかなと思います。規定打席に到達した2021年以降では最低の打率打点ということになってますし、 OPS もその3年間では最も悪かったという数字になっています。捕手最先年1年目ということで守備にもね追われて大変だったのかなと思います。捕手の守備面に関して藤井ヘッドコーチですが、開幕の頃よりも終盤の方が上手くなった、でもまだもっと考えることがある、打撃に影響があったと思うけどその壁も乗り越えないと今季はもっと上に行けるというふうにコメントを残していました。開幕の頃に比べるとね本当終盤の方はですね、まあ、パスボールなんかもねなくなってましたし、盗塁もね結構思ったよりさせていましたので、守備面では本当によく頑張ってくれたというのがね2023年シーズンだったのかなと思います。まあ、ただね現場のプロ目線で言うと、もっともっとねキャッチャーとして相手バッターのことだったりねピッチャーの調子とかに合わせた配球とかも考えないといけないことがあるということで、まあ、さらにね上のレベルを求めるためには2024年シーズン守備面でもレベルアップが必要というふうなことになるのかと思います。で一方ねバッティングについてもやっぱりその守備の影響があったというふうにね、藤井さんもね語っている通りですが、まあ、2年目ということになりますのでね、まあ、そういう言い訳はもう通用できなくなるのかなと思います。でそちらに関してはね坂倉選手本人もね語ってまして、バッティングの成績は2021年からずっと下降していると、僕自身は納得していない、今年の数字が最低、どんどん上げていきたいというねコメントを残していました。で本人もね2021年、本当にこの年は打率もねリーグ2位で良かったんですけど、そこから3年続けて落ちているという
ということもね気にしているでしょうし、まあ、なんといっても打点がねガクッと落ちたのがね、痛かったかなと思います。で本人もキャッチャー2年目ということでもうキャッチャーの言い訳っていうのは通用しないということもね自覚していましたので、本来のねバッティングというのを取り戻してほしいなと思います。なのでね、まあ、捕手専念2年目ということである程度余裕もね出てくるかと思います。もちろん守備ではねさっきも言った通りまだまだ勉強することはあると思うんですけど、まあ、1年やったというね実績自信もねついたと思いますので、ある程度余裕が出てくるかと思うので、まあ、その分ね余裕出た分バッティングの方に力を入れることもできるかと思います。そのようにしてねバッティング本来のね力出せれば本当3割近くね打てる選手だと思います。2022年もね打率3割いってないんですけど、この年はねサードに挑戦したばっかということもあってそのね影響があったと思うので、まあ、本来の力を出せるようになれば2021年のように打率3割近くは打てるかと思います。で打点もね21年22年と68打点70打点付近ね稼いでましたので、坂倉選手がねこのマイナス24打点になったということ自体もねチームとしてはかなり痛かったかなと思うので、まあ、そこら辺までね70打点付近まではね戻してほしいと思います。まあ、ですので個人的にね坂倉選手に求めるものとしては、まあ、打率はね本当に3割以上というのは求めたかったんですけど、まあ、キャッチャーということも考慮しましてね2割8分以上というのは残してもらいたいですし、ホームランもね15本近くは打てると思いますので15本、そして打点ですね、もう何より打点70打点をね期待したいと思います。で5番バッターとして多くの打点を稼いでほしいということで、2023年もね本当は5番として打ってもらいたかったんですけど、やっぱりこういう風にバッティングのね調子が上がらなかったので打順もね7番とかに落ちていた試合が多かったので、5番にね坂倉選手がどっしり座ってくれて2021年22年のようなバッティングしてくれればねチームの得点も上がるかと思いますので、まあ、5番バッターとして、まあ、特に打点の方をね意識してもらってどっしり座って活躍してもらいたいと期待しています。はい、というわけでですね2024年シーズンの打線は小園選手坂倉選手次第ということで、2024年シーズン優勝を目指すためには得点力アップというのはねもう絶対に必要になってくるかと思います。その中でねキーマンとなるのは一人目はね2023年ね2軍降格の経験も経て確固たるものを掴んだと本人も語っていました小園選手、そして捕手専念2年目となる坂倉選手ね、2人ともね余裕も出て自信もあるかと思いますので、この2人がね本来の力を発揮すれば間違いなくね得点力はアップすると思います。というので、まあ、キーマンにも選びました。個人的なね理想としては3番ショート小園選手、5番キャッチャー坂倉選手ね、この2人で、まあ、打線を組む、そしてクリーンアップを組むということができればね理想的かと思います。この2人が3番5番に座ることでね打順も組みやすくなりますし、2人ともね3割近く打率残せる力があるということで、長打も打てるバッター2人ですので、この2人が3、5番にね座って出てくれれば得点力が間違いなく上がると思いますし、4番のねバッター座るバッターの負担というのもね小さくなってくるのかと思うので、非常に理想かと思っています。でこの2人はやっぱりカープの中心選手として活躍してほしいだけじゃなくてね、日本代表にもね選ばれるというねレベルの選手ですので、まずはねカープの中心選手としてチームを2024年シーズンのね優勝に導いて、でオフにはねプレミアもありますので、そこの日本代表にも選ばれて、でまあ2026年のね WBC 代表にも選ばれるというようになってもらいたいと思いますので、まあ、まずは目先のね24年シーズンの優勝に向けて2人が主軸としてねクリーンアップも組んでもらって活躍してもらいたいと思ってます。でこの2人はね2023年シーズンちょっと開幕からね調子が良くなかったシーズンでしたので、24年シーズンはもう開幕からこけることなく本領発揮してもらってね、チームのスタートダッシュで終盤にもねいいところでどんどん打ってもらって、最後はリーグ優勝するということにね力を貸してもらいたいと思いますので、琴野選手と坂倉選手が24年シーズンのキーマンとして期待したいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回は2024年シーズンの野手のキーマンについて考察してみました。24年シーズンは小園選手、坂倉選手にチームを引っ張ってもらいたいと思いますので、頑張ってもらいましょう。このチャンネルの登録がまた方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではカープの勝利を祈りまして、シャーカープ頑張れ。